と愛が世界を救うテイルズオブファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回ですね、ミッドガルズのね、西の方にあるね、北西にある白樺の森というところでね、ついにユニコーンを会うことができました。そしてね、ユニコーンの力を借りてね、ここ精霊の森にあるユグドラシを復活させることができました。じゃあね、今回も続きをやっていきたいと思います。本当に立派な木ですね。まさにこの木なんの木、世界樹です。まあ規模は本当にでかいですよね。これ普通の木ですからね、本当にでかいな。まあ中に入ったりとかできないんですけどね。あれは別の世界の話か、中に入れんのは。おー、出てきましたね。倒しましたね。まれに出てくるんですよね、こいつ。ほんとやることがないのか。じゃあもう、まあ、話を聞きましょうか。はい、やった、ユグドラシルが蘇ったぞ。これもユニコーンが力を貸してくれたおかげだね。本当に何と感謝すればよいのか。さて、今度は私の番だな。では超古代都市トールへ行くとしようか。変わってしまった歴史は現代ではどうなるのでしょう。それはわからないよ。でも現代でも魔術が使えるようになっているはずだよね。ええ。だったらもう一度ダオスを倒せばいいんだ。そうですね。そうすればモリスンさんたちを救うことができますね。トールへ行ってしまえばしばらくは戻ってこれないだろう。その前にしたいことがあったら言ってもらいたい。はい、ダオスをやっつけました。おめでとうパーティー。却下。なんでよ。僕たちはダオスに逃げられたんだぞ。ですから現代へ行って決着をつけなければならないのです。でもさ、この世界から追っ払ったんだしね、ちょっとぐらいならいいじゃん。何もないようだな。ではトールへ向かうとしよう。ああ、無視するなんてひどい。まさにスルー、アーチェスルーですね。よし、あとはトールへ行くだけだな。ねえ、そのトールまでどうやって行くの。そうか、トールは海の底にあるんだっけ。ともかくベネツィアから船を出してもらいましょう。トールの上まで行ければあとは私に任せてもらおう。よし、あとはトールへ行くだけだな。ねえ、そのトールまでどうやって行くの。そうか、トールは海の底にあるんだっけ。ともかくベネツィアから船を出してもらいましょう。トールの上まで行ければあとは私に任せてもらおう。というわけで次はまあトールなんですが、まあベネツィアに行ってね、船を出してもらうというわけなんですね。ですが行ってしまうとね、おそらく戻れないということなんでね、慎重にしていきましょう。ダオスを倒しユグドラシルも復活させたか。もうこの時代にいる必要はないかないの。さらばだ少年たちよ、お主らに出会えて本当に良かったと思うよ。あー、お別れですね、このおじいさんとも。暖炉の中を覗いてみよう。2回目、もう一回調べてみましょうか。カウントするんですね。おかしいな。ゆっくりしていきなさい。はい、じゃあお言葉に甘えてね、遊んでいきましょうか。はい、そう思うと名残惜しいですね。
ユニコーンの方、お、防御も上がるんだこれ。結構優れもんですね。暖炉の中に丸くなってるね、猫がさっき。4回目。これ、ずっと永遠にカウントするんかな。まあ、そうなるとちょっと寂しいな、この村も。ダオスってどんなやつだったんだろう。かなり強力な軍隊を率いてるって噂だったけど。もう、魔物だってへっちゃらさ、僕が倒してやる。私ももう少し魔術が使えるんだけどね、最近どうも力が落ちてるような気がするの。どうしてかしら。いい天気だね、やっぱり平和が一番だね。ここも買い納めかな。兄ちゃんありがとう。今父ちゃんもおじいちゃんも武器の材料を取りに行っていないんだ。だからオイラがお手伝い。そういえばあの本は役に立ったかな。役に立ちましたよ。鉄製の宝箱がある。勝手に触らないでくれよ。ああごめん、中身がなくなったら父ちゃんにグーで殴られてんだからな。悪かったよ。いけませんな。まったく。なるともうこことももうお別れですね。名残惜しいな本当に。さて今日はどうやって時間を潰すか。魔物が出るようになってからはマンフラの外に出られるようになってしもうたわ。まったく。私も立派な魔術師になりたいな。今魔術の修行中なの。そして素敵な勇者様と冒険するの。素敵な勇者様が出たらいいんですけどね。なんか名残惜しいな。兄ちゃんもしかして剣士？ん？ああ一応ね。今度剣術を教えてくれよ。俺もっと強くなりたいんだよ。おお、いい心がけですね。この村から東に向かったところに洞窟がある。そこは精霊の洞窟と呼ばれているんだ。まあこれは行きましたね。鉄製の宝箱がある。でも勝手に開けるのは良くないな。良くないですね。っていうか、なんでカウンターの中じゃないんだよ。まあこんなとこか。はい、あとなんかあったな。本棚とか怪しいな。はい、あ、しまった。反対行っちまった。村ストーリーできないんだよな。村通過していかないといけないんだよな。あ、これ惜しいですな。しかし、ほっ、あー、エンカウントしやがった。頼りの道、危険。これ先の時代だと読めないんですよね、かすれてね。キラーン2匹とりあえずやっつけましたね。2匹というか2羽かな。見えてきましたね。ユークリッド。ほうほう。
ベンジアからやってきました。大丈夫でしたか？女の人が一人旅するなんて神のご加護がありますから。それにホーリーボトルをたくさん持ってますからね。ホーリーボトルには神聖な力が宿っていると言われています。これを使えば悪魔といえども寄ってこなくなりますよ。なるほどね。はい、ブルーアダムの村の東に洞窟があるよね。そこに入った人から聞いたお話なんだけど、小人がたくさんいたそうだよ。それって精霊かな？いましたね。結構厄介な精霊でしたけどね。精霊じゃねえ、小人だよ。ある意味強いな。はい、戦争終わってよかったね。そうですね、この世界もようやく平和が訪れたってわけなんですね。おお、猫いっぱいだな、ここ。わしは猫好きのおじいちゃんじゃ。猫ちゃーん。どんなんだよ、猫ちゃーんって。犬の方が好きだな。うわー、猫に阻まれる。あー、ごめんなさい。今猫のご飯の準備してるの。大変ですね。まあ子供の代わりみたいなものだから気にならないわよ。猫多すぎだろ。実は犬だとか。こいつだけ犬なんだ。ほんと猫多いな。魔術研究所。世界中ヒグドラシルを復活させたのね。じゃあもう旅は終わり。いや、まだやらなければならないことがある。もしかしたら、もしかしたら、いや、なんでもない。ルソを頼むぞ。ええ。まあ、ちょっとね、呼んじゃったすいませんね。ここにいると。これは子供向けの絵本か。他にも何もないか。ミラードさんともしばらくは会えませんね、そうなると。じゃあね、ここかー。お父さん、ユグドラシルが復活したよ。ユグドラシル？精霊の森のご神木のことだよ。ご神木を復活させたのか。いやー、すごいな。これでもう旅も終わりなのか。まだやらなきゃならないことがまだ少しあるんだ。心配しないで、必ず帰ってくるからさ。もうこの二人ともね。しばらく会えませんからね、この二人とも。そしてこのハーメルの村ですか。ここも通り納めですね。まあ、いろいろと辛いですよね、この村は。結局この村って再建できるんでしょうかね。仕方がないんですけどね。じゃあ行きましょうか、通り納めで。じゃあね、時間もいいところなんで、今回実況はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。